お安いご用です。はい、到着しました。やっぱり普段よりもお見舞い客が多そうですね。ええ、重傷を負った人が市内だけでも大勢いるから。ドノバン警部やイリアさんも入院してるんだよな。はい、二人ともまだ昏睡状態のままだそうです。ドノバン警部はフランたちをかばったらしくて、フランの回復が早かったのも警部のおかげだと思います。そっか、豪快なおっさんだったが大したもんだよな。できればイリアさんともども様子を見舞えるといいんだが。そうね。それで妹さんの病室はどこだい？ああ、うん、301だけど、その前に受付に一言言った方がいいかもしれません。わかった、行ってみよう。セシル姉も相当忙しくしてるんだろうな。
あら、ノエルさん。それに支援課の皆さん。フランさんのお見舞いにいらっしゃったんですか？はい。今、大丈夫ですか？ええ、もちろんですよ。でも、よかったですね。妹さんの意識が戻られて。はい。ありがとうございます。行きましょう。3階の301号室です。ああ、お邪魔させてもらうよ。失礼します、セラさん。失礼します。あ、お姉ちゃん、皆さん。あら、みんな。セシルね、ここにいたんだ。すみません、今大丈夫でしょうか？大丈夫よ、点滴を交換しただけだから。ありがとうございます。わざわざお見舞いに来てくれたんですか？ああ、ノエルから意識が戻ったって聞いてね。思ったよりも元気そうで安心したわ。そうだね、顔色も良さそうじゃない？元気も元気、もう大丈夫ですよ。 2,3 日で一般病室にも移れるみたいですし、そうしたら退院まですぐですから。ダメだよフラン、体力も落ちてるんだからしばらく安静にしてないと。私なんて軽い方だよ。
私をかばってくれたドノバン警部なんて。フランさん、フランちゃんが気に病む必要はねえだろ。悪いのはあの連中、赤い星座の両兵ども。はい、でも皆さんのサポートとかバックアップもありますし、頑張って回復しないと。大丈夫、安心してくれ。フランの声が聞けないのは寂しいけど、なんとか報告処理はできるみたいだし。今は回復に専念して元気いっぱいになってちょうだい。そうしたら私たちも遠慮なくあなたに頼れるから。はい、ありがとうございます。そういえばお姉ちゃん、警備隊の方に戻っちゃうんだって。母さんから聞いたんだ。うん、いろいろ考えたんだけど、フランのサポートが受けられなくなるのはちょっと寂しいかな。ちょっとだなんて悪情なんだから。だいたいお姉ちゃんは。フラン？大丈夫、点滴の薬が効いてきただけだから。お話はこのくらいにして寝ちゃった方がいいわね。大丈夫ですよ、せっかくロイドさんたちが来てくれたんですし。それに警備隊に戻る前にお姉ちゃんには必勝法を。はあ、何を言ってるんだか。皆さんすみません、寝かせちゃっていいですか？もちろん。フラン、また来るよ。ゆっくり休んでください。体力が戻ったらケーキでも差し入れに来ますので。楽しみにしてるね。やっぱり相当体力は落ちてるみたいだね。ええ、手術の時にかなりの輸血をしたから。でもあとは良くなるだけよ。大丈夫、すぐに元気になるわ。はい、一旦外に出ようか。そういえば、やっぱりドノバン警備やイリアさんは面会謝絶なのかな。一応ね。でもあなたたちは両方とも関係者みたいなものだし、私が付き添うから二人の様子を覗いていく。いいんですか？それはありがたいです。セシルさん、お願いするっす。それじゃあ行きましょう。すぐそこの302号室がドノバンさんの病室になるわ。イリアは303号室、しずくちゃんの部屋の向かいね。わかった、行こうか。レイモンドさん、入りますよ。セシルさん、それに君たちか。レイモンドさん、どうもお疲れ様です。看病にいらしてたんですね。たまたま警部の奥さんの代わりにね。警部が目を覚ましたら何油売ってやがるって怒鳴られちゃいそうだけど。そうか、いかにも言いそうな感じですね。その装置、ひょっとして人工呼吸器かい？うん、呼吸器系にかなりのダメージを受けたみたいでね。なんとか意識が戻ってくれれば回復も早まると思うんだけど。警部はさ、爆発の時
僕とフランちゃんをかばってくれたんだ。あの大変な時、オロオロしてるだけだった不甲斐ない僕なんかを。しかもフランちゃんは手術までする大怪我だったのに、僕はかすり傷くらいで、自分の運の良さとずうずうしさが情けなくなるよ。レイモンドさん、あんたのせいじゃねえだろ。レイモンドさん、休憩してきたらどうですか。今は容体も安定していますし、私たちも巡回していますから、少しは休まないと持ちませんよ。すいません。でももうちょっとしたら警部の奥さんが来るので、それまでは。わかりました。どうかお大事に。またお見舞いに来ます。うん、警部も喜ぶと思うよ。シェルちゃん、いいかしら。シュリ来ていたの。イリアさん、静かで綺麗な寝顔だろう。いつもグースか豪快に寝乱れているくせに、こんな時だけイリア・プラティエらしくなさすぎるっての。容体の方はどんな。全身の骨折と内臓へのダメージね。手術の方は成功したけど、まだ昏睡状態が続いていて、今は生命維持装置に頼らざるを得ない状況ね。そこまで。くそ。意識を取り戻しても復帰は絶望的だってさ。信じられるか。あのイリアさんがステージに二度と立てないんだぞ。それも俺なんかをかばったせいで。そんなの、そんなのって何だろう。シュリー、大丈夫、きっと大丈夫よ。イリアのことは私が一番よく知っているわ。どんな逆境でも決して諦めないで、ただひたすら上を見続ける。それがイリア・プラティエよ。でも俺もそう思うよ。そうでなきゃあんな常識外れのステージなんて生み出せるはずがないと思うし。そうね、イリアさんの貪欲さがあって初めて実現できる空間だと思う。そこにステージがある限り、きっとイリアさんは戻ってくる。不思議とそう思えてしまいます。だな。今はエイドスとイリアさんを信じて自分にできることをやっときな。今日はともかく舞台の練習は欠かさない方がいいんじゃない。その方が彼女も釣られて起きてきそうだし。うん、きっとそうだよ。楽しそうなステージに釣られて絶対に目を覚ますから。
ちょっと元気出てきた。そうだよな、俺たちがしっかりしないと。リーシャネーもいなくなっちゃったんだし。なあ、あんたらできればリーシャネーのこと見つけてあげてくれないか。どんな事情があったとしてもリーシャネーはリーシャネーだから。それにリーシャネーが戻ってくればイリアさんも元気になると思うんだ。わかった、特務支援課の名にかけて必ず見つけ出してみせるよ。みんなありがとう。これでシュリちゃんも元気を取り戻せると思うわ。私も少し勇気づけられちゃった。セシルね、やっぱり相当深刻な容体なんですね。正直安心はできないわ。それでもやっぱり私はイリアを信じてるから。それに信じる人が多ければ多いほど彼女はそれに応えてくれると思うの。そうっすね。確かにそれがイリアさんかもしれません。しかしそうなると鍵はやっぱりリーシャか。ロイド、見つけられるのかい？正直わからない。本気で身を隠したんだったら見つけるのはかなり困難だろう。そうですね。行方不明のヘイユへ同様、自治州にいるのかいないのかもはっきりしませんし。カルバード方面に戻っちまった可能性もあるしな。だが首里蔵にあんな風に頼まれちまったら諦めるわけにもいかねえよな。ああ、もちろんだ。ヘイユへの行方と合わせて気を配った方がいいわね。私も動力ネット方面を常にチェックしておきます。本当にありがとう。私はナースステーションに戻るけど、ロイドたちはどうするの？ああ、仕事も残っているし、そろそろおいとまするよ。案内していただいてありがとうございました。こちらこそ。大変な状況だけどお互い頑張りましょう。ただし無理はしすぎないでね。了解っす。お疲れ様でした。本当にここが踏ん張りどころだな。ええ、そうね。心と体を傷つけられた人たちに笑顔を取り戻してもらうためにも。踏ん張りどころか。
はい、特務支援課ロイド・バニングスです。ああ、いたいた。今どこにいんのさ。あのな、こういう時はちゃんと名乗るのが礼儀だろ。ウルスラ病院だけど、どうしたんだヨナ。あんたら確か今日から支援業務に戻ってんだろ。ちょっと僕の頼みを聞いてくんないかなって。いや、だから勝手に警察のデータベースを覗くなって。それにこっちだって忙しいのは忙しいんだから。ははーん、この前行方不明の遊撃士の捜索を手伝ってやったのは誰だよ。借り返すって言ってたよな。仕方ない、何でもは引き受けられないけど、話だけは聞いておこうか。どこまで行けばいいんだ。だったら港湾区にある灯台の前まで来てくれよ。そこで待ってるからさ。灯台？なんだってそんな場所で。ふん、来てのお楽しみだって。そんじゃ待ってるぜ。あ、まったく。またヨナが勝手なことを言い出したんですか。いや、まあ。はあ？もうなんだってそんな場所で。港湾区の灯台というと、爆破された兵衛の建物の割と近くだったね。確かに凛さんたちの調査も手伝ってもらったし、話を聞いてあげるくらいはいいんじゃないかしら。一区切りついたら早速行ってみましょうか。ああ、そうしよう。まあこちらの都合を聞かずに勝手に行ってきたことですから、多少待たせても問題はないかと。ははそれもそうだな。乗りますか？どこに行きますか？お安いご用で。
お待たせしました。よし、行くか。どこに行こうかな。さあ、行く。よし、着いたぞ。よし、行くか。どこに行こうかな。ください。お安いご用。
歯応えありそうじゃねえか。さすがに気づかれましたか。それでは、また。
よし、行くか。あ、乗りま、どこに行きますか。お安いご用。お待たせしました。よし、行く。どこに行こうかな。さあ、行く。よし、着いたぞ。